さらに育ちん将の実力が試される出来事がありました。平成16年7月、新潟県の中越地方を襲った新潟豪雨です。6つの河川で11箇所が決壊、1万4000棟が水に浸かりました。信濃川でも17箇所で護岸が崩れました。復旧作業は今も続いています。その被害があった箇所のすぐそばに、若月さんが10年前に育ちん将を設置した場所があります。育ちん将も自然の大きな力に被害を受けることもあります。しかしここでは岸は崩れることなく、目に見えない川底で自然の木が立派に川を守っていました。育ちん将はもう作ってね、一旦もう川の中に入ると見ることはもうできないんですね。けれどそういう育があるから人々の生活は守られています。本当にその縁の下の力持ちとしてすごく重要な力をね、発揮している。これからもね、ずっと、ま、この候補を続けていきたいなというふうに思ってます。いや、育ちん将という伝統の工法が日本一の大河信濃川を守っていたんですね。それではゲストをご紹介いたします。新潟大学工学部教授の大隈隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大隈さんは河川工学がご専門で、はい、地元でこの育ちん将も見てこられましたが、どんなふうに評価されてますか？はい、そうですね、地域の自然素材を使っていて、その山と川を一体化した技術だというふうに評価できると思います。はい、それから先ほども VTR の中で見ていただいたように、伝統的な自然素材を使ってるんですけども、うん、クレーンで積んで入れるという、はい、光景がありましたけれども、これは古い時代では絶対できなかったことですね。そういう意味では伝統的な工法とハイテクとをつないだ新しい21世紀型の技術になってるんだというふうに評価したいですね。なるほど。佐田さん、はい、これ育って良さそうなんですけども、木ですよね、これ腐らないんですか？はい、そこで今日は、若月さんから育ちん将の模型を書いてきました。はい、こちらです。ですね、こういうふうに木が縦横に組み合わされていますが、実は水の中というのは木を腐らせる微生物が生きていることができないので、非常に長持ちするという特徴があります。育ちん将大体100年以上持つと言われています。コンクリート大体50年くらいと言われてるんですけど、それからもう一つ、非常にしなやかという特徴があるんです。これは模型なんですが、このように形が割と簡単に変わります。はい、このためこれを川底に置きますね。はい、置きますと川底でこぼこしてますよね。うん、そのでこぼこした川底にもしっかりと合うというわけなんです。柔軟性がある。はい、こうした特徴があります。大隈さん、こう柔軟性もある育ちん将ですけども、強度っていうのはコンクリートと比べてどうなんでしょうか？先ほどの VTR にもありましたように、これ厚みがあって、はい、この中で流速が変化していきまして、土砂を置いていくっていう形になりますね。そうすると流速が強くても、あるいは石がぶつかったとしても、非常にふんわり受け止めてくれるんですね。でコンクリートとは違って、また強度があるということになると思いますね。まあ、これだけいろいろ魅力的な特徴を持った育ちん将ですけども、忘れ去られてしまったのはどうしてでしょうか？やっぱり熟練した技能が必要だということで、人件費もかかるということもあるんでしょうけども、コンクリートが安く手に入って使えるようになったということが大きな原因だったと思いますけどね。それが50年前ぐらいになって、はい、そうですね。そのコンクリートも安くなったということですけれども、コストはどのくらい違うんですか？この育ちん将の方が約 1.2 倍ぐらい高くなるんですけれども、先ほどのように耐久性が2倍ぐらいありますよね。はい、それから先ほども見たように魚が住んでいて生物に優しいとか、それからまあこれが入ってますと、コンクリートでベタッとなってると景観的に悪いですけども、そういうものがないと、総合的に考えたら育ちん将の方がずっといいんじゃないかと思いますけどね。なるほど。そうなんですね、本当にこの
環境の保全、それから治水両面で非常にそのいいというこの育ちんしょう、まあ、若月さんもこれから全国的に広まっていってほしいというふうに話していました。そこで若月さんが取り組んでいるのが若い世代への技術の伝承です。